こんにちは、柴田です。今日はですね、やっちまったお話です。僕と同じ過ちをですね、皆さんが犯さないようにというところで今回動画を上げさせていただきます。単刀直入に申しますと、先日ですね、ウハウハしながらソニックポートの動画を上げてたんですけれども、こちらですね、はい、iPad で使用するオーディオインターフェースです。でいい感じで使用させていただいてたんですけれども、このタイミングでですね、iPad の OS が iOS ですねが12から13になるということで、いろいろ調べてたんですよ。でいろいろ調べてたんですけれども、13はですねすごくいいと。で読んだ記事によりますと、マウスも使えるようになるよみたいなことを書いてあって、これはいいなと思いましてですね、ほとんどもう僕はアップデートとかっていうのはしないんですけれども、せっかくですねこのソニックポートも買ったことだし、少しでもいい環境で音が取れたりとか映像が作れたりするといいなというところでですね、アップデートをしました。 iOS12 から iOS13 にですねしたんですけれども、これが失敗でしたね。やっちまいましたね。皆さん気をつけてください。ですね、このソニックポート、単刀直入に言うと使えなくなりました。残念ながらという感じなんですけども、認識をしてくれなくなったということですね。接続方法がこのライトニングですね。このライトニングだとアップデートがですね、影響されますね。せっかくねここからいろいろいじっていこうと思っていた矢先だったんですけれども、残念ながら iPad ではこれが使用できなくなってしまいました。グレードダウンの方法もあるんですけどね、いろいろやってみたんですけどちょっと難しかったんで諦めました。なので皆さん、アップデートをするときはですね、必ずこの今使っている機材がしっかりと対応しているのかっていうところを調べた上でアップデートをした方がいいと思います。で iPhone はですね、かろうじてアップデートしてなかったのでこれ使えるんで、スタジオにですね iPhone 持って行ってちょっといろいろとアンプで鳴らしてみたりとかっていうのは試してみたいと思います。で結局ですね、 iPad で録音するオーディオインターフェースはですね、こちらを買いました。 iRig2 ですね。僕ずっと初代 iRig 使ってたんですけれども、 iRig2 これね、イヤホンジャックなんですよ。なので OS のアップデート一切関係ないです。ライトニングの方がですね音はいいんでしょうけれども、いろんなことに対応してくれるこの普遍のイヤホンジャック、iPhone からはなくなってますけどね、イヤホンジャック。 iPad はイヤホンジャックついておりますので、これ1台やっぱりiRigがあった方がいいなというところでこちら購入いたしました。というような感じでですね、今回は iOS のアップデート要注意ということでですね、皆さんネット上の記事に踊らされて、おおいいねいいねみたいな感じでやっちゃうと、今持っているものが使用できなくなったりする恐れがありますので、気をつけてアップデートしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。